近鉄2250系、近鉄2250系電車とは、近畿日本鉄道が1953年から大阪線の特急専用車として製造した電車の総称である。本校では2250系を改版した600系電車についても記述する。現在の近鉄の路線網は、南大阪線系統を除いて、 線量幅が 1435mm となっているが、名古屋線はその前身である、伊勢電気鉄道の建設経緯などから、1959年まで 1067mm 期間であり、1435mm 期間の大阪線、山田線系統とは直通運転ができなかった。このため大阪線と名古屋線では1950年代まで、 それぞれの期間に合わせてそれぞれ専用設計の車両が投入されてきた。また、直通乗客は大阪線と名古屋線の結節点である伊勢、中川駅での乗り換えを強いられていた。1947年に現在の近鉄特急網の起源となる名阪特急が運行を開始した当初、大阪線では旧三宮急行電鉄からの引き継ぎ車2200系。 名古屋線では、関西急行電鉄からの引き継ぎ車も6301型と伊勢電気鉄道からの引き継ぎ車である、黒6471型をそれぞれ整備して、投入した。しかしこれらは、転換クロスシートなど当時としては高水準な、接客設備を備えていたものの、いずれも戦前あるいは戦後に製造された一般車を、整備、改良したものであったため、復興が進むにつれて、 専用設計による心臓車両の投入が望まれるようになった。このような状況下で1953年に伊勢神宮の式年遷宮が行われることになり、これに合わせて大阪線、山田線、系統と名古屋線の双方に心臓特急車が投入されることとなった。これらはいずれも戦前設計の2200系の窓配置を基本とするに扉クロスシート車であり、 車体デザインや接客設備は概ね統一されていた。しかしその一方で、両線の軌道条件や在来車との並結の必要性などから、車体寸法や主要機器のシステム構成は相違しており、大阪線、山田線向けの本系列は2200系に続く2250系、名古屋線向けは6401系に続く6421系として、 形式称号が与えられている。本系列は以下の2形式で構成される。基本的にはこの2形式各1両をペアとする形で、子会社の近畿車両によって以下の各車が新造された。このうちも2250型は第1.2次車が両運転台、第3次車の4両は片運転台車として製造されている。なお、 第三次車の付随車の製造量数が電動車より一両少ないが、これは在来車である2200系のうち1940年に製造された後続用機品車であった2600号を転換クロスシートの特急専用車に改造、運用していたものを編成に組み入れることで補ったためである。車体長 2720mm。 車体幅 2744mm の 20m 級車体を備える。本系列では構えたい設計に近畿車両が運輸省からの研究助成金を受けて開発に取り組んでいた普通校による軽量構造が採用されている。この新設計による車体の特徴は以下の通り。これらは以後の鉄道車両で一般化する順調格構造の 先駆けとなるものであり、電動車で比較した場合、戦前製造のも2200から2226.2227から2246が47.5トンであったものがも2251から2256では46トン。台車と主電動機が軽量化されたも2257から2260では43トン。 と順次軽量化が進められている。側面の窓配置についても2250型は第1.2次車が DD14DD DD、第3次車が DD14D1、そして s 三3 0 2 0型は D15D1 と全席座席指定性特急で専用することを前提として座席用に扉間に集中させた2200系と同様の窓配置が採用されている。 側窓幅は8 0 0、mm、トル、客用扉幅は1 0 0 0トルで、これらはいずれも2200系と同一値である。また、屋根は、雨戸位置を高くした2200系と同様の、張り上げ屋根が採用されており、側窓の周囲について物を知るノーヘッダー構造が採用され、さらに全小灯は半埋め込み式で白熱灯が中央に一等設置され、 縦の雨どいが、つま板と側板の接合部に内蔵されている。なお、本系列は、電動車も付随車も共に両端に650ミ、mm、リメートル幅の貫通路が設置されており、運転台が設置されていないつま面には、引き戸が設置されていて、各車間は、ホロで結ばれている。つま窓は、第一次車が木製枠指示、第二次車が黒色エッジゴム指示、第三次車が、 クリーム色のエッジゴム指示、塗装日の土に変更されており、各グループの識別は容易である。また、さ3020系のトイレの設けられた側のつま面については、左右のつま窓が設けられていない。このように2200系基本に2200系の要素を盛り込みつつ設計当時の最新流行も導入された、結果、本系列の外観はやや鋭角的で端正な造作となっている。 塗装は上半分がクリーム、下半分が紺色のツートンカラーで、心臓時には側面車端寄りの腰板部にエクスプレスマークが描かれていた。車内は両端の固定式、クロスシートを除く前席が転換クロスシートとなっており、側窓と座席のピッチが一致している。シートピッチは9 3 0ト、mm、ルで、 当時一般的であった 860mm から 70mm 拡大されて快適性が向上している。室内灯は当初より蛍光灯が導入されており、20W のものが各17本ずつ2列に配されて、各系灯具に格納されている。この蛍光灯の採用により、車内の夜間照度は従来と比較して大幅に向上しており、 これも快適性向上に大きく貢献している。また、内装部材やドア、シート部材等にアルミニウム板、アルミイモノが導入されているのも先駆的な試みである。トイレは電動車の一端の車掌台を省略して、そこに設置していた2200系とは異なり、さ3020系の車端部に設けられている。ただし、第1次車と第2.3次車では、 トイレの設置位置が逆転しており、第1次車が上本町より、第2.3次車が宇治山田より社端部への設置となっている。なお、もう2250系、第3次車の運転台のない側の車端部は、当初、車内販売室と物置が設けられていたが、もう2257.2259の2両に、ついては1957年のシートラジオ設置時に、公衆電話、 ラジオ調整室に改造されている。戦前の 2200K では三菱電気製 150kW 級大出力釣りがけ駆動電動機とアメリカウェスティングハウスエレクトリック社の技術を三菱が導入したそもそも即用発電制動負の ABF 単位スイッチ制御機が装備されていたが 2250K でもこの三菱系電装品の組み合わせは踏襲され従前同等に 山岳区間で高速運転できる走行性能が確保されている。車両性能上並びに営業運転での最高速度は時速 110km である。主電動機は当初 q 2 2 0 0系同様にメガバ MB-211BFG が採用されていたが第三次車では定格回転数を引き上げ磁気回路容量を減らして軽量化を図った。 改良型のメガバイト -211CFR に変更され、歯車比を2.07から2.43に変更して走行性能を揃えてある。なお、端子電圧が示す通り、これらは山間部の変電所間隔の長い区間での下線電圧効果を織り込んで仕様が決定されており、下線電圧が定格である。 直流1 5 0 0トの下での実行出力は1 6 5二百2 2 4馬力となる。制御機は2200系に搭載されていた ABF 単位スイッチ式自動加速制御機を改良し、サーボ機構のシーケンスドラムを従来の電磁弁による空気圧式からパイロットモーターによる電動式に変更した三菱電機 ABF17 で、 運用上故障の許されない特急車ということで、従来方式を踏襲して信頼性を確保しつつ、応答性能の改善を図っている。なお、本系列の制御機は制御シーケンスが2200系と共通となっており、並結が可能で、実際にも本系列の増備が進むまでは、多脚機を中心に2200系を増結して運用されている。 終電装置はも2251から2254が三菱電機 S-516DC も2255.2256が S-516EC も2257から2260が S-520AC をそれぞれ紙本町よりに搭載する。いずれも一般的な皮脂枠形パンタグラフである。 ブレーキもやはり従来通り自動空気ブレーキが踏襲されたが、ブレーキ装置自体が従来の電車のような車体操舵シリンダー式をやめ、より作動が早く安全性の高い台車操舵シリンダー式に変更された。また、ブレーキ弁そのものも高機能、高性能ではあるものの非常に大型で、重量も重い2200系の U-5、自在弁による U ブレーキから、 若干性能が劣るもののより簡素で、軽量な営動差弁を使用しつつ、これに中継弁を追加した AR ブレーキに変更されている。台車は枕バネから重ね板バネを配して、オールコイルバネとなり、減衰性確保のためにオイルダンパを装備した。一次型では、中高成熟バネ台車の住友金属工業 FS-11、二次型では、部分的に、 後半プレス部材を用いた軸ばね式台車の近畿車両 KD-5 が用いられた。3次型では近畿車両がスイスカーエレベーター車との提携で得られた技術に基づき開発した後半溶接組み立て円筒案内式台車である KD-15 系を装着し1.2次型よりも大幅に軽量化している。いずれも設計当時最新の技術を投じて 設計された高速台車であった。第1.2次車は従来、道理並み形自動連結機を装着して、巡航しているが、第3次車については軽量化と乗り心地の改善を、期して、日本製工所 NCB2 密着自動連結機が採用されている。当初から、大阪線、山田線の特急運用に充当され、名阪連絡特急及び、伊勢特急としてその俊速を、 発揮、1955年まで増備されて、大阪線特急の主力車となった。1957年には、6421、軽トモドも日本の私鉄電車における戦後初の冷房装置搭載改造が行われ、同年6月20日から運用を開始した。日本国有鉄道は、鉄道省時代の1936年以来、特急、 円の食堂車など一部の優等客車に車軸駆動冷房システムを導入し、また1936.1937年の夏に南海鉄道が試験的な冷房電車を運行した例はあったものの、高級的な形で編成全車の冷房サービスが行われるようになったのは国鉄までも含めて日本では2250系、6421系が最初である。 電動車と付随車の2両で冷房ユニットを構成し、電動車から付随車に電源を供給した。冷房システム自体は大がかりなもので、戦前の国鉄優等客車に搭載され、戦後も新中軍向け優等客車等で使用されていた、川崎重工業製、ケムシリーズの系譜に連なるケムマイナス7、集中冷房装置2機を付随車に搭載、自社の冷気送風は、 トイレのない側の車橋部屋根上がりに設置された冷房機から行い、電動車に対しては、トイレのある側の屋根上に設置された冷房装置から貫通路上に設置されたダクトを介して、冷気を送風し、貫通路経由で温まった空気を戻す手法である。このためも2250系の両運転台車については、全消灯が邪魔になり、屋上に飛び出した。 ダクト箱前全面に脱着式の全消灯を装備するキーな形態となっている。冷房化だけではなく、2250系、6421系には、さらなる新機軸が追加された。通信回線の整備によって、同年10月1日から、上本町駅伊勢中川駅間で、列車公衆電話サービスを開始、大阪市内及び名古屋市内との通話を実現した。 続けて12月25日からは、ラジオ受信機を車載し、つまめにアンテナを設置して、座席でイヤホンを用いて、ラジオ聴取のできるシートラジオが設置され、青山峠を境界として、NHK 大阪、名古屋局のラジオ第一、第二放送を聴取可能となった。これらは共に、日本最初の画期的なサービスであり、国鉄東海道本線特急を模凌駕する装備であった。 1959年以降、1100系、1400系といった後継車両が増備されると、次第に置き換えが進み、1960年に5両が特急運用を離脱、一部が3扉化されて、一般車に格下げられた。この時両運転台であったも2255は、型運転台化され、も2555と2227は、 形式が 2200K ラストナンバーに続くも2247型2247.2248に改版された。この時点で残っていた他のも2250型については欠番を埋めるため2256-2255.2259-2256.2260-2257に改版している。 また特急用に残った差3020系のうち6両は、名阪乙特急と連絡する、伊勢中川宇治山田間の準特急運用に、充当すべく、1959年12月付で、運転台を設置されて、区3120系制御車となっている。残る14両も1963年の11400系登場によって、特急運用から離れた。 特急運用を離脱した後、3扉化改造とも2247.2248-2251とさ3020型はセミクロスシート化改造がなされ、その他の車両はロングシート化改造がなされた。もう2250型については、もう2251以外の両運転台車については、型運転台化された。公衆電話サービスやシートラジオといった、 特別装備も撤去された。格下げ後もしばらく冷房装置はそのまま使用されたが、1966年に全車撤去された。以後も2200系などとともに、大阪線、山田線の急行運用についていたが、その後1974年には、電動車について空気バネを枕バネとする、新型シリーレン式台車である、近畿車両 KD-78 への交換が、 進められ、捻出された三次車用 KD-15 を不随車に転用するなどの措置が行われている。尾灯についても、オリジナルの旧型尾灯から、新生通勤車同様の標識と併設型に置き換えられている。1975年に2610系の投入に伴って名古屋線へ転属し、ここでも主に休校に使用された。 しかし、比例防車であったことや老朽化が進んだことから、1983年までに廃車となった。なお、経年の新しい KD-78 は1982年落成の、堺地直派制御車である1200系の1202回から1206回の TC 車に流用されている。2250系のうちも2253.2257。 九三千百二十五の三両は、初代占領列車用の六百系に改造されて、それぞれも六百三点六零肉五百三として、九百八十九年に千四百八十一、系に置き換えられるまで、伊勢大阪間の行商人輸送の任に当たった。一方でも、二千二百五十一点二二五八九三千百二十四点三一二六の四両を、九百八十三年三月に、 格下げ改造した、電動貨車のモア10系11.12、クは50系51.52も存在し、クは50型は両社とも1985年1月16日付で廃車となったが、モア10型はその後も残された。最後に残ったのは、第3機場を採用している、東大阪専用の7000系を小移動駅に、併設された五移動研修車庫へ検査改装するための、 牽引者として残った、モア1 0系1 1 1 2で、7000系と連結可能とするために連結機を密着式に交換され、1998年に元77.78に置き換えられるまで使用され、同年11月13日の7000系改装を、最後に引退、11月16日に高安へ改装、廃車解体された。ありがとうございます。